It was May 26th, 2021. It was when I was taking a selfie of my video diary with a video camera. Micro UFOs flew around in my room. This is a video, but this video is another video I took in advance before shooting the video diary. This is a video I discarded as a failure. UFOs are also reflected in it as well. Here is the video. It was a video of a few minutes, but small UFOs were reflected several times in it. 2021年5月26日のことです。私がビデオ日誌をビデオカメラで自撮りしていた時のことです。超小型の UFO が私の部屋の中を飛び回りました。これがその動画ですが、この動画はそのビデオ日誌の撮影の前に撮った別の動画です。失敗作として私が没にした動画です。その動画の中にも UFO が映り込んでいました。ここに紹介するのはその動画です。数分の動画ですが、その中にも6回前後小型の UFO が映り込んでいました。広志林、浜松シティ、ジャパン。ビデオダイアリー、May the 26th.2020 video diary May the 26th 2020 video diary May the 26th 2020 video diary May the 26th 2020腕の袖の下からですね、現れたその物体は左上に上昇し、そしてこの矢印のところで急上昇して消えたというわけです。注意深くご覧ください。つまりこの体をすり抜けるというテクノロジーはですね、2020年の4月および10月の UFO で私が証明しました。で、よく見るとですね、1級というよりも2級型であるのが分かります。大きな画面で見るよりですね、反応の早いまあ、パソコン、ノートパソコンで見られるとそれがよくわかります。で、この部分は少しわかりにくいんですけども、ふわっと出てきますから注意してください。特に私というとですね、要するにこの世界、私たち住むこの社会はですね、まあある意味でね、特に私というとですね、要するにこの世界、私たち住むこの社会はですね、まあある意味でね、特に私が今ね、皆さんにこう解いているようなね、謎解きの世界などにおいてはですね、どこかうさんくさいね、どこかインチキくさいね、どこか怪しいな話してのはゴロゴロしてますよね。で、そういう時に私はですね、一つの、まあ、その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 話がですね、真実かどうかということを判断する、その一つの基準としてね、秘密の暴露、というね、追認する事実が出てきたときに初めてそこで秘密の暴露というのは完成するわけです。まあ、例えばよくある例としてはですね、例えば、その人しか知らない事実を、まあ、その A さんなら A さんが口にしたと。で、本当かなと思っていろいろ調べてみた大きなね、ふくよかな胸を描かれている女性が一人います。ということは、二人その女性がいるということですよね。わかりやすく言うとですね、あのカッシーノの戦いの中に、絵の中には、ジョア・ミエスと、まあ、その
花冠をかぶったイエスですよね、王ですよね。いわゆる花冠で象徴されている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 王イコールイエスってことになるわけですけども、それがシャマーイエスってことになるわけですけども、他に18人の人たちが描かれている。その中で王イコールイエスってことになるわけですけども、それがシャマーイエスってことになるわけですけども、他に18人の人たちが描かれている。その中で王イコールイエスってことになるわけですけども、それがシャマーイエスってことになるわけですけども、他に18人の人たちが描かれている。その中で王イコールイエスってことになるわけですけども、それがシャマーイエスってことになるわけですけども、他に18人の人たちが描かれている。その中でイナナマリアを一人。女性ですね。それから女性記の書かれた人が一人、ムチブサが書かれた人がもう一人。この動画の最後に現れた UFO について検証してみます。で、この UFO もですね、途中から現れているわけですよね。そして電子辞書の下に消えていくということです。この位置ですとね、プリンターと電子辞書にぶつかっている可能性があります。そしてまた同時にですね、ものをすり抜けているということになります。ここで注意していただきたいことはですね、その物体が右上から左下に飛んできてですね、プリンターと電子辞書の手前で間に入って消えるわけですけども、その直前のことなんですけども、その物体の後方部にですね、光のパウダーが飛び散ること、つまり、見方によってはですね、尾を引くということですね。と同時にその周囲の空間が歪むということです。拡大してみます。この部分ですね、今これはオリジナルの速度です。で、5分の1スローにしてご覧いただきます。大きさはエプソンという文字から比べるとですね、2、3ミリ程度ということになります。直径が2、3ミリ程度という意味です。で、戻して流してみます。繰り返してみます。光のパウダーが散り、空間が歪み、そしてなおかつポッとこう、なんて言いますかね、尾を引くようなところが見られます。この物体と同じ飛び方をしたのが去る2020年4月14日にやはり私の書斎に現れた超小型の UFO ということになります。Strange objects were reflected in my video from 2:30 p.m. to 3 o'clock p.m. on April the 14th, 2020. Over 40 times, various large and small objects were reflected in the video. But that doesn't mean the case is over. It was the night of May the 18th, 2020.The time was around 8:20 p.m. Though I couldn't shoot a video this time, but when I was teaching mathematics to a high school student, my wife witnessed almost the same golf ball-sized object which was flying around in the hallway of the room. Moreover, at that time, I was showing the video shot.On April the 14th to the high school student. The high school student then said, When a white object slips through the electric dictionary, I can recognize the faint warping of the space around the object and fine path of light is scattered. So I, Hiroshi Hayashi, decided to re-examine the videoOn this occasion.
If you look at the human world from the world of gods, it is exactly the world of a monkey island where monkeys live. In other words, we humans are like monkeys living in a monkey island. You would know that by comparing the small UFOs that appeared in April 2020, in October 2020, and May 2021. In this video, I will first examine the technology of the gas by comparing the objects that appeared near my left ear. But in both cases, they look like they are piercing in my head from left to right. In other situations, these objects penetrate through a cup, a desk, a personal computer, and an electric dictionary, and even through my head. To put it simply, even in the human brain, they can fly around freely. Then I think this is also a kind of alien technology. Furthermore, the gods may be able to manipulate even the human brain at will from the inside. And when you see these technologies, human beings are just like the monkeys on a monkey island. Am I wrong to think so? 神々の世界から人間の世界を見たら、そこはまさに猿たちが住む猿ヶ島の世界ではないでしょうか。つまり私たち人間は猿ヶ島に住む猿のようなものだということです。そのことは2020年の4月、2021年の5月に現れた小型 UFO を比較してみるとわかります。この動画の中では、最初私の左耳の近くに現れたその物体を比較しながら、改めて神々の持つテクノロジーについて検証してみますが、共に私の頭の中を左から右へと突き抜けているように見えます。これらの物体は他の場面ではコップや机、パソコンモニター、電子辞書の間を突き抜けていますが、人間の頭の中すらも突き抜けているように見えます。わかりやすく言えば、人間の脳の中ですらも自由に飛び回ることができるということです。つまりこれもまたエイリアンテクノロジーということになるのではないでしょうか。さらに言えば、神々は人間の脳ですらも、その内部から自由自在に操ることができるということになるのかもしれません。そしてこうしたテクノロジーを目の当たりに見ると、人間はまさに猿ヶ島の猿、猿ヶ島の猿に等しいということになるのではないでしょうか。またそう考える私は間違っているでしょうか。広し林、浜松シティ、ジャパン。
まず2020年4月16日に動画に撮影されたその物体をご覧いただきます。矢印で囲んだ部分に注意してください。ここにその物体が現れます。10回ほど繰り返します。このような物体がここに現れて、その物体がですね、私の頭の後ろ、もしくは頭の中を通り抜けて左の方に現れてくるというところです。次に2021年5月26日に撮影された物体をご覧いただきます。やはり同じ場所ということになりますが、矢印で示した部分に注意してください。10回ほど繰り返します。でこの物体はですね、どこからか飛んできたというよりもですね、私の椅子の中から出てきたように見えます。さらに詳しくこれらの物体を検証してみます。ここをこれから、十数回繰り返して皆さんにご覧いただきますから、どうか注意深くご覧ください。ここですね。でデスクトップのパソコンよりもノートパソコンの方がより精細な画像が得られますので分かりやすいと思います。ともかくもこの四角のところに一度現れてですね、そして左下の方に流れていく。ここをこれから、十数回繰り返して皆さんにご覧いただきますから、どうか注意深くご覧ください。ここですね。でデスクトップのパソコンよりもノートパソコンの方がより精細な画像が得られますので分かりやすいと思います。ともかくもこの四角のところ。次に2021年、5月の画像をご覧ください。神の操り人形芸術家でしたからね、その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 2人ですか、計3人の人がいない。からね、その芸術家でした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 からね、その2人だけですか、計3人の人がいない。2020年4月に現れた物体と2021年5月、ちょうど1年1ヶ月後に現れた物体を比較していただきます。左が2020年、右が2021年です。で、ともにですね、椅子の中から出てきたように見えます。他から飛んできたようには見えません。で、やや右の方が赤みがかかっているという違いはありますけれども、私は同じ物体であると判断しました。つまりこれがエイリアンテクノロジーの一つということになるのではないでしょうか。2020年の方でははっきりしませんが、2021年、右の方ですね、この物体は頭の中で消えた形になっていますね。その後左の方に現れた形跡はありません。そしてそのちょうど中間ということになりますけれども、2020年の10月にもですね、別の飛行物体がですね、私の書斎の中を飛び回りました。In my video diary published on October the 24th, 2020, strange lightsappeared around me in my room. The lights were very fast and thin. So, as I was analyzing one of the lights, I found it seemingly penetrating my desk. At first glance, it looks like two lines, but you can see that the upper and lower lines are connected in a
loose curve. In other words, this light is a single line. In other words again, this light is most possibly penetrating my desk. And the same phenomenon happened on April the 14th, 2020, with a small ball-like object that also happened in my room. At that time, the object penetrated my electronic dictionary. I don't know what these lights and photospheres were, but they seem to be incomprehensible to the knowledge we humans have at this moment. In other words, one thing is clear, that the superiors we may call God have far advanced technology that humans today do not know. 2020年10月24日発行のビデオ日誌の中で、奇妙な光がまたまた私の周辺で現れました。その光は大変速く、そして細い光でした。で、私はその光を分析しているとき、その光が私の机を突き抜けているのを発見しました。一見すると2本の線のように見えますが、上と下の線が緩い曲線を描いてつながっているのがわかります。つまりこの光は1本の線ということになります。つまりこの光は私の机を突き抜けているということになります。で、これと同じ現象が2020年4月14日に同じく私の部屋で起きた光球についても起きました。その時この光球は私の電子辞書を突き抜けています。これらの光や光球が何であるか私には分かりませんが、現在私たち人間が持っている知識では理解できないもののようです。言い換えると、私たちが神と呼ぶ上の人は現在の人間が知る由もない高度なテクノロジーを持っているということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から、2020年10月24日に私の部屋で起きた現象を説明します。左がその光線ということになります。で、当初ですね、私は2本の光線が平行して走っていると思いましたが、この黄色い線でつないでみるとですね、どうやらこの赤い丸の部分で一度机の中に潜って、そして下から出てきているのではないかというふうに考えました。で、上の線を延長してみるとですね、下の線とつながらないわけです。逆に今度は下の線を延長してみても上の線とつながらないわけです。つまり一本の光線は光線なんですけども、緩くカーブしていることに気がつきました。つまり緩くカーブしながら上から走ってきた光線がですね、ほんの一コマの間に下へ突き抜けて、そして下へつながっているということです。つまりこの光線はですね、机を突き抜けていると判断したわけです。もっともこの光線はですね、光線というよりも超小型の UFO と私は判断していますが、根拠がないわけではありません。今ご覧いただいているのはですね、やはりビデオ日誌を作っているときに自撮りをしたものですけども、その中にも奇妙な物体が映り込んでいました。左下の矢印の部分に注意していただきたいんですけども、小さな物体のようなものがですね、やはり左下の電子辞書の中を通り抜けているのがわかります。で、この物体は、つまりは電子辞書をすり抜けている、突き抜けているわけですけども、まあ、もっともこれが物体であるとするならばですね、まさしく人間のまだ知らない未知のテクノロジーを持った物体ということになります。まあ、こういうことがありますからね、昨日ですけども、2020年10月24日にまたまた現れましたその光線はですね、
私は UFO ではないかと判断しています。この矢印の部分に注意してください。繰り返し、まあ、前後しています。で、右上の方からですね、出てきた物体が電子辞書の中を通り抜けて左へと流れていきます。今ほぼ100分の1ほどのスローで皆さんにご覧いただいています。で、大きく、まあ、していますけど、今この走っていく物体は別のところで撮られた写真ですけども、このようなね、まあ、直径が2センチ5ミリ台の物体がですね、私の背後を、まあ、通り抜けた、飛び抜けたということになります。半透明で、やはり私のですね、私が、まあ、判断するところですね、私の右、のですね、左耳のところで現れて、そして私の頭をすり抜けてここへ行ったというふうに判断しています。この物体ですね、今スッと走っていきました。で、この物体がですね、電子辞書の中を通り抜けている、すり抜けているわけです。拡大しています。で、一度潜ってですね、そして画像の歪みが出て、歪みが出てきます。そして後方部にですね、光のパウダーが飛び散っているのが分かります。そしてその周辺をですね、空間が歪んでいるのが分かります。この辺りで空間がもやもやもやっと歪むのが分かります。つまりこのような物体であるということですね。空間を歪み、なおかつ光のパウダーを後方に撒き散らしながら飛んでいる物体ということになるわけです。この事実、まあ、画像としてね、証拠としてこの事実があるがゆえにですね、2020年10月24日再び現れましたその物体もですね、やはり机を突き抜けていたとしても私は驚きませんし、またそのように考えることは自然なことではないでしょうか。今潜っていきました。そして出てくると同時に、後方部にですね、残像のようなものがポカポカっと出て、そしてここですね、光のパウダーが出て、ここで画像がもやもやもやと周辺を注意深くご覧ください。大きなモニター画面で見るよりもですね、ノートパソコンのようなですね、高精細な、まあ、画像で画面で見ると綺麗に皆さんも見ていただくことができます。潜って、そして出てきたわけですね。ですから、2020年10月24日昨日ですけども、私の部屋に現れたその光線がですね、実は光線ではなくて超小型の UFO 物体であり、その物体がですね、机を突き抜けたと考えてもおかしくはないということになるのではないでしょうか。
Strange lights were captured in my video diary dated October the 24th, 2020. At first, I thought they were something like a bug, but when I examined them, I found that they were impossible lights. Here is my report about the lights.またまた私の動画の中に大変奇妙なものが映り込んでいました。2020年10月24日のビデオ日誌です。清水恵子さんの報告です。動きが大変早いので注意深くご覧ください。で、何度か繰り返してみます。私の左腕の下ですね、この矢印のあたりに沿ってそれが飛んでいきます。で、当初私はこれはですね、虫ではないかと疑いました。つまりこれがですね、虫ではないということが証明できない限り、それ以上の検証はできないと考えていました。ところがですね、もう一箇所別のところで大変なものが映り込んでいました。その大変なものとですね、並べて考えると、これは虫ではなく、つまりは UFO であると私は判断しました。で、10分の1スローでところどころでポーズしてみます。今丸印のところでポーズしました。で、この辺りでですね、一度消えます。で、消えた後ですね、そしてこの辺りでまた現れて上昇していくというわけです。虫ならば途中で消えたり現れたりするということはないのではないかと考えています。ともかくも今ポーズして、この辺りでまた消えて上の方に行くということですね。で、今度はもう一度スローにして画面を止めてみます。虫のようでもあり、虫のようでもないということですね。で、途中で一度消えて、またその丸の中で現れて出てくるということです。そしてまっすぐ上に上昇していくということですね。あるいは以前のように画面の中に消えたということも考えられます。で、さらに10分の1スローにして検証してみます。これは何かということですね。先ほども言いましたように、虫ではない、あるいは虫の可能性がある、またそれが考えられる以上ですね、これを直ちに UFO と決めつけて考えることはできないわけです。形的には虫のようにも見えます。では、もう一度オリジナルの画面を見ていただきます。何度か繰り返しますので注意深くご覧ください。シュッと上がっていくんですね。今一番上の方に行きました。何度も繰り返していきます。これくらい動きが早いということです。小さな物体ということになるわけですね。で、今度はですね、もう一度皆さんに拡大してご覧いただきますが、上から下であるならばですね、ゴミも考えなければなりません。しかし風のない部屋で、この日は冷暖房機は使っていませんでした、はい、で、その物体が下から上に急上昇していくというわけです。これだけですとね、虫かもしれないということにもなるわけです。で、透明感があるのはですね、距離によっても違うのではないかと思います。ところがですね、もう一箇所こんな物体が映り込んでいました。矢印のところに注意してください。10分の1のスローにしてみます。
注意深くご覧ください。シュッシュッと走りましたね。もう一度やってみます。シュッシュッと走りましたね。もう一度やってみます。シュッシュッと走りました。これは何かということですね。で、拡大してみて驚きました。注意深くご覧ください。よく見るとギザギザラインであることがわかります。この光には見覚えがありました。もう一度やってみます。よく見るとギザギザラインであることがわかります。そしてこのギザギザラインの光がですね、上から下にシュッシュッと走ったということになります。で、この光に見覚えがあるというのはですね、いわゆる宇宙ステーション STS-80 の中で撮影された光ということになります。Mr. Martin Stubbs writes about this video as follows. STS-80 spacewalks were cancelled as NASA views the jammed door that was supposed to be the cause these flames and field flames or self-luminous UFOs all around the outside of thatdoor. When the shuttle got home, the door was suddenly okay. A $500 million mission failure. STS-80 was a space shuttle mission flown by Space Shuttle Columbia. The launch was originally scheduled for 31 October 1996, but was delayed to 19 November for several reasons.This video was taken by an astronaut at that time. Watch very carefully for the strange little lights flying around. And it was April the 14th, 2019, when strange small lights, very similar to these lights, were captured on the video at my seminar held in Gifu City, Japan.Please compare these two videos. この動画をアップロードしたマーチン・スタップ氏はこう書いています。 NASA は STS-80 宇宙でのスペースウォーク実験を中止しました。STS-80 というのはスペースシャトルコロンビアによるスペースミッションでした。打ち上げは当初1996年10月31日に予定されていましたが、いくつかの理由で11月19日に延期されました。その STS-80 ミッションにおいて、おそらくその光とフィールド、つまりそれ自体が光っていたのですが、その光とフィールドによって引き起こされたためと思われる事故のため、シャトルのドアが開かなくなり、50万ドルもかけた実験が不意になったと。その時宇宙飛行士によって捉えた動画がこの動画ということになります。奇妙な小さい光があちこちを飛び回っているのを注意深くご覧になってください。で、この光と大変よく似た光が、私が開いている勉強会の席でもビデオに収められていました。2019年4月14日、私が岐阜市で開いた勉強会の席でです。この両者の光をどうか注意深く比較してみてください。広志林、Hammamet City, Japan。ではもう一度最初から画面を説明します。これは STS-80 のですね、スペースウォーク実験の際に撮られた動画だそうです。で、スペースウォークをですね、宇宙服を着て
宇宙へ出るという実験ということになるわけですけれども、その実験のために、まあ、このスペースミッションがなされたということですが、その時にですね、ドアの外と説明にはありますけれども、そのドアの外にですね、このような奇妙な開口現象が起きたというわけです。そして同時にですね、そのドアがジャムで、つまり開かなくなってしまったというわけです。それでその実験は失敗し中止になったというわけです。でその時に、まあ、こうした開口が取られているわけですけれども、今、まあ、右下にですね、去る2019年4月14日に私の勉強会にの席でですね、現れた開口現象をですね、たまたま、まあ、動画に撮られていて、その動画から起こした写真を皆さんにご覧いただいています。その光の様子と左のですね、 STS-80 ミッションの時に現れた光の様子が大変よく似ているということです。で比較してみます。左が、STS-80 ミッションの時に撮られた写真です。右下がですね、勉強会で、まあ、たまたま撮られた写真ということになります。でさらに詳しく比較してみます。左上が STS-80 ミッションの時に撮られた写真です。右下が4月14日の勉強会の席でたまたま撮られた写真ということになります。私が首にかけていた集音機の前にその光が映り込みました。でもう一度拡大してみます。 STS-80 ミッションの時に撮られた開口ということになります。でこうして見るとですね、ギザギザになっているということがわかるのではないでしょうか。あるいは一本の直線的なと言いますか、線ではなくてですね、細かい線がですね集まってこのような線を作っているということになります。ギザギザとしているということですね。左下の写真なんかわかりやすいんじゃないかと思います。で右下が、これが集音機に映り込んだ開口ということになります。ギザギザラインである点に注意してください。で中央の写真を右に拡大してみました。でよく見るとですね、ぼやぼやしていますけども、基本的にはギザギザラインのように見えます。つまり私林浩司はこの両者の光は同一あるいは類似の光と判断しました。まあ、こうした光がですね、つまり開口が STS-80 ミッションの周りに現れた。そして2019年4月14日の私の勉強会の席で現れたということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。
The video diary, April 21st, 2019, by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. ビデオ日誌、2019年4月21日、林宏です。こんばんは。去る2019年4月14日の名古屋会においてですね、開口現象が起きました。その開口を名古屋市在住の M 美由紀さんが届けてくださいました。動きが大変早いので注意してご覧ください。今光が横切りました。では今度は5倍スローにしてご覧いただきます。大変動きが早いです。そしてその光がですね、飛んでいるというよりは私が首にかけていた集音機の表面に反射して映っているといった風に見えますと言いますか、そのように私は判断しました。5秒前、4秒前、3秒前、2秒前、1秒前、丸の部分に注意してください。今ピカピカッと光って連続して移動しているのが分かります。で、さらにスローにし、部分的にポーズし、拡大してみます。注意深くご覧ください。左が私の集音機です。それを私は首にかけていました。注意深くご覧ください。この丸の部分です。今映ってますね。ポーズして拡大してみました。だいたい色、もしくは黄色、あるいは白に近い黄色のように見えます。ビデオ編集画面で見るとぼやけますけども、iPhone 上で拡大しますと極めて鮮明な線として浮かび上がってきます。ここでポーズして今ご覧いただいています。私の集音機の表面に光が映っています。コートの影になっている点にも注意してください。このような光ですね、ギザギザの、つまり、グラフのようなと言いますかね、そういう模様のようなものが、まあ、見て取れます。で、それがですね、上下左右に瞬間に移動していきます。やや上に上がってきましたね。で、また今度は下に移動します。集音機の上に現れたというよりも、集音機がいわゆる、まあ、なんて言いますか、テカテカしているものですから、それを光を反射したものと私は判断しています。もちろん私の周囲にはこのような光源体はなかったとは言えませんけども、私は気づきませんでした。もう一度拡大してみます。まあ、グラフのようだ、なんて言いますかね、ギザギザのグラフのように見えます。これは何かということですけども、同じ時刻に会場の中で不可解な現象が起きました。で、結論ということになりますが、開口事件はありました。これがその物的証拠ということになります。開口をですね、並べて順に比較していただきます。左下、それからその光がやや上に上がってますね。それから下に移動し、これは何も映ってない部分だと思います。そして右ですね、ギザギザになり、そしてそれがまた変化して上に移動しているということです。さまざまな形に他にも姿を変えています。で、集音機ともう一度比較していただきたいんですけども、右が私が使っている集音機です。これが現物ということになります。この現物を右に置いてですね、左の集音機に現れた模様を比較してみてください。さらに M 美由紀さんが
届けてくださいました動画を検証してみたところですね、別のものも映っていたというような感じがします。で今ご覧いただいているのはオリジナルの動画です、もともとの動画ということになります。その中にですねこんなものが映り込んでいました。ストップモーションポーズをかけています。で拡大してみるとですね、私の集音器の表面が白く光っているのがわかります。そしてどうやら手の影も映っているようなんですね、手の影、指が映っているのかなという感じなんです。この光はどこから来たかということなんですね。で全体はこの、部屋はですね背景に見えますようにベージュ色の、部屋だったように記憶しています。ですからこの光はどこから来たかということなんですけどもわかりません。もう一度拡大してみます。まあ、こんな光もほんの一コマですけどもね、映っていました。一コマですね。でここで動くんですけども同時に、まあ、光も消えているということになります。というような現象も起きています。これについてはクエスチョンマークをつけておきますが先の話に戻します。私の集音機です。そしてその集音機の表面にはですねこのような、まあ、奇妙なと言いますかね、光が映り込んでいたということです。でこれは何かということなんですけども、M. みゆきさんの、スマホ iPhone ですけどもの上で見るとですねもっとシャープに細かいそのラインが見て取れます。まあ、要するに何かのね波動を示しているようなラインということになるわけです。でこうして並べてみるとですね、まあ、微妙に変化しています。一コマですよね、まさに。ですからまあこの写真といいますか そこでポーズして、切り抜くということが当初考えていたよりも大変な作業になりました。開口現象は確かにありました。 Bye for now。It was in the afternoon of April the 14th, 2020, when mysterious objects flew around in my study for over 30 minutes. They were reflected in the video in more than 40 scenes. After further verification, I determined that they wereMicro-miniature UFOs. I hereby decided to re-examine them again in this video. 2020年4月14日の午後のことです。私の書斎の中を30分以上もの間、不思議な物体が飛び回りました。確認されただけでも40箇所以上の場面でそれが動画の中に映り込んでいました。私はその後検証を重ねた結果、それは超小型の UFO であると判断しました。この動画の中でもう一度それを再検証してみることにしました。広志林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのはですね、前回検証しました動画です。で、この動画の中ではですね、直径が2ミリから3ミリ前後の超小型の物体がですね、右上から左下に走ってきて、そしてこの白い電子辞書なんですけども、その電子辞書の間をすり抜けてですね、左下の方に走っていくのがわかります。で、その時にですね、その物体の後方部に光のパウダーが発し、なおかつその周辺の画像が歪む点に注意してください。今出てきました。で、これは何かということですけども、先ほども言いましたように、私は超小型の UFO であると判断しました。で、今日改めてもう一度検証し直してみます。で、今オリジナルの動画をご覧いただいています。まあ、こうした物体がですね、この動画の中に30分の間にですね、40数箇所に
あられてきます。まあ、その中でも特にまあその5、6シーンをですね選んで続く動画の中でご覧いただきますけれども、こうした物体がですね私の部屋の中を横切った、あるいは飛び回ったということになります。でこれはかなり大きな物体かと思われます。直径が2センチ前後、あるいは3センチあるのかもしれません。でこの物体で注意していただきたいのはですね、カップの中から現れたのではなくてですね、私の、まあ、向かって右側の左耳のちょうど上の付け根あたりから一度現れてですね、そしてそれが私の頭の中か、あるいはその頭の向こうを横切って、そしてカップの中に現れて、そして左の方に走っていくのが分かります。でその耳のちょうど付け根あたりの部分ですね、ここをこれから、十数回繰り返して皆さんにご覧いただきますから、どうか注意深くご覧ください。ここですね。でデスクトップのパソコンよりもノートパソコンの方がより精細な画像が得られますので分かりやすいと思います。ともかくもこの四角のところに一度現れてですね、そして左下の方に流れていくというわけです。で10分の1スローでご覧いただきますけども、今頭の向こう、あるいは中を通り過ぎて、そしてこのカップの中に今現れてきます。で出てきました。で直線的に移動しているというよりもですね、ややこう上下にふわついているかなという感じがしますが、はっきりしません。そして左の下の方に消えていきます。こちらの方もですね、よく観察するとところどころに細かい光のパウダーがですね後方部に、まあ、散っているのが分かります。でその部分をですね、これから20分の1スローにしてご覧いただきます。カップの中から一応現れたように見えますけども、そしてカップの側面をですね、から現れているということですね。つまり、カップそのものをですねすり抜けているような感じがします。注意深くご覧ください。つまりカップの手前から出てきたというのではなくてですね、カップの中にあったものがカップの側面をすり抜けて外に出てきているということですね。そして左の方に流れていくといった感じです。で半透明のようですね、回転しているのか、あるいは人間のまだ知らない物体なのかは分かりません。でその途中の部分も今20分の1スローでご覧いただいています。球形というよりも時々微妙に形を変えているということですね。ところどころ後方部にですね白いもやのようなものが発生しているのが分かります。そして何かしらこう回転しているようにも見えるわけですよね。まあ、そのところを注意してご覧になってください。でこれは何かということなんですけども、まさしく大きい小さいは関係ありませんからね、まさしく Unidentified Flying Object、 未確認飛行物体ということになるのではないでしょうか。でこのあたりで何かしらね、光の粉のようなものが散るところがありますから注意深くご覧ください。そしてここですね、今ポーズしてみました。でそれがですねちょうどこう尾を引くように見えるわけですよね。まあ、その尾の部分に矢印をつけてみました。そして形もですね球形というよりも微妙に変化しながら、そして回転しているように見えながら、そして左の隅の方に消えていくということです。もう一度オリジナルの動画をご覧いただいて、前回検証しました動画をこの後につなげておきます。まあ、これは実際に現れた物体であり、まあ、こういうことがですね現実にこうして起きているということですね。まあ、まさに事実ということになります。Strange objects were reflected in my video from 2:30 p.m. to 3 o'clock p.m. on April the 14th, 2020. Over 40 times, various large and small objects were reflected in the video. But that doesn't mean the case is over. It was the night of May the 18th, 2020.The time was around 8:20 p.m. Though I couldn't shoot a video this time, but when I was teaching mathematics to
to a high school student, my wife witnessed almost the same golf ball-sized object which is flying around in the hallway of the room. Moreover, at that time, I was showing the video shot on April the 14th to the high school student. The high school student then said, when a white object slips through the electric dictionary, I can recognize the faint warping of the space around the object and fine part of light is scattered. So I, Hiroshi Hayashi, decided to re-examine the video on this occasion. Strange objects were reflected in my video from 2:30 p.m. to 3 o'clock p.m. on April the 14th, 2020. Over 40 times, various large and small objects were reflected in the video. But that doesn't mean the case is over. It was the night of May the 18th, 2020. The time was around 8:20 p.m. Though I couldn't shoot a video this time, but when I was teaching mathematics to a high school student, my wife witnessed almost the same golf ball-sized object which was flying around in the hallway of the room. Moreover, at that time, I was showing the video
shut on April the 14th to the high school student. The high school student then said, when a white object slips through the electric dictionary, I can recognize the faint warping of the space around the object and fine part of light is scattered. So I, Hiroshi Hayashi, decided to re-examine the video on this occasion. 2020年4月14日の午後2時30分から3時ごろまでの間、私の動画の中に奇妙な物体が映り込んでいました。40数回にわたってその動画の中に大小さまざまな物体が映り込んでいましたが、それで試験が終わったわけではありません。2020年5月18日の夜のことです。時刻は午後8時20分頃だったといいます。動画撮影はできませんでしたが、私が高校生に数学を教えている時のこと、その部屋の廊下でゴルフボール大の同じ物体が飛び回っているのを私の妻によって目撃されました。しかもその時、私はその高校生に今皆さんにここに見せている動画を見せていました。その高校生はその時こう言いました。白い物体が電子辞書を通り過ぎる時、かすかだがその物体の周辺に空間の歪みと細かい光の粉が飛び散っているのがわかると。そこで改めてその動画を再検証し直してみることにしました。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのがその中の物体の一つということになります。右上から左下の方に流れていくのがわかります。この物体はその下のですね、白い電子辞書の中を通り過ぎていくのがわかります。ここで消えて、そして再び側面で現れてきます。その側面から出てきた瞬間ですけども、その物体の後部ですね、その後に、光の粉が飛び散るのを皆さん注意深くご覧ください。モニターよりもですね、ノートパソコンの方が私の場合は綺麗に見えます。ともかくも今物体が入っていきますが、100分の1スローにしてみました。10分の1かける10分の1、さらに10分の1スローにしたというわけです。で、100分の1スローにしてですね、今辞書の中にその物体が入っていきますが、そして側面から出てきます。つまり通り抜けたということですね。そしてその後なんですけども、空間に歪みが生じていると、その高校生は言いました。確かにもやもやしていますし、その物体の後部にですね、今ここで何かしらポンとこう白い別の物体のようなものが現れた感じになっています。そしてその後なんですけども、その物体が通り過ぎた後にですね、細かい光の粉が散らばるのがわかります。注意深くご覧ください。これはですね、モニターを私のビデオカメラで撮影したものですからやや見えにくいですけども、もう一度元の画像をですね、この後につなげておきますから注意深くご覧ください。これは、その高校生が言うにはですね、空間の歪みではないかということなんですね。あるいは何か私たち人間にがですね、知る由もない未知のテクノロジーによるものかもしれませんということをですね、皆さんに知っていただきたく、この動画を再検証してみました。で、部分的に拡大してですね、20分の1スローにしてみました。で、白い物体が電子辞書を横切って消えていきますが、ここで注意していただきたいことはですね、この白い物体が電子辞書の中に潜り込んでいるかのように見えるという点ですね。それから後方部に点々と残像のようなものを残しながら飛んでいるという点、そして電子辞書の左端の角を見てください。
瞬間的ですけども膨らんだり縮んだりしているのが分かります。そしてこの左下からのですね、モニターの台を横切るときにですね、その前後と言いますか周囲の空間がですね、歪むように見えます。今潜りました。そして後方部に点々と何かを残しながら、その角、ここですね、ここで角が、前置詞の角が膨らんでいるかに見えます。膨らみましたね。そして後方部に点々と、まあ、光のパウダーを残しながら飛んでいるということですね。でさらにモニターの脚ですけどもね、これ足なんですけども、そこを横切るときにですね、モニターの脚の部分の画像といいますかね、その周囲が歪むのを、歪むことに注意してください。今このようにして点々を巻き散らしながら、そしてここで横切ったときにモニターの足がですね、ふわっとふわっと歪みましたね。まあ、このようにここのあたりも歪んでます。そして最後のところでバババッとこうなんて言いますか、鉱石を残すかのようにですね、あるいは何かこう歪みを起こすかのように歪んでいくということですね、歪んでいるということですね。画像が今ここで、はい、今膨らんで縮んできましたね、電子辞書の角がね。それでここで周囲が歪んでますね、いわゆる空間の歪みがあるということです。では話を戻します。元のって言いますか、10分の1スローの方の動画でご覧ください。こちらの方が画像が鮮明に、まあ、見ることが、画像をですね、鮮明に見ることができると私は思います。で今この物体が左の下に消えていきますが、原子辞書に消えた直後に注意してください。注意深くご覧ください。ここですね、今バックしてみます。繰り返してみますが、この後ですね、この後その物体の後部にですね、細かい光の粉が、まあ、出るのが分かります。その部分を繰り返してみますから、注意深くご覧ください。この物体は何かということですが、そしてこの物体から発生する光の粉は何か、なぜかということについては私には分かりません。だしともかくも、こうした現象がですね、現実的に事実として起こっているということです。後の判断は皆さんにお任せします。It was around 3 p.m. on April the 14th, 2020. I was shooting a video diary published every day. I first found a very strange thing flying in the video. What the viewers are watching here is the video diary at that time.However, more than 10 of these strange things
were reported by viewers to have been recorded in the video. Here are some of them. I determined that these objects to be ultra-small UFOs because when I tried slowing down the reproduction speed, one of these objects seemed to rotate very quickly. Moreover, you can also see that these objects fly and slip through a cup and an electronic dictionary. These are UFOs, right? 2020年4月14日の午後3時頃のことです。私がビデオ日誌を撮影していた時のことです。そのビデオの中に大変奇妙なものが映り込んでいるのが分かりました。視聴者の皆さんに見ていただいているのはその時のビデオ日誌ですが、こうしたものが10個以上も動画の中に記録されていました。ここではそれらの中からいくつかを選んで紹介します。私はこれらの物体は超小型の UFO であると判断しました。再現速度を遅くしてみると中には回転しているように見えるものもあったからです。またこの物体はコップや電子辞書をすり抜けて飛んでいるのがわかります。これらはまさに UFO ですよね。広し林、花巻シティ、ジャパン。現実と非現実、非現実と現実、私たちはその現実と非現実の世界で生きているが、その境界は決して明確なものではない。時として私たちは何が現実で何が非現実なのか分からなくなる時がある。というのも、この現実世界にしても光と分子が織りなす世界、その光には実体はなく、また分子にも実体はないが、そういう非現実の世界で私たちはそれを現実として生きている。そこにものがある、そこにものが見える、そこに音が聞こえる、そこに形がある、手で
触れることができる。ぬくもりや冷たさを感じることもできる。さらに言えば、そこにあなたがいて、彼がいて、彼女がいる。そしてここに私がいる。その私は周りの人たちと心がつながっている。その心の中で私たちは生きている。確かに生きているが、それは本当に現実の世界なのか、それが現実なのか。生きているということは本当に現実なのか。億年の、そのまた億年の昔の間、私は無だった。あなたも彼も、そして彼女も、皆無だった。その無の私が光を受け、分子で組み立てられ、今ここにいる、生きている。悩み、苦しみ、もがき、笑い、楽しみ、喜びながら生きている。その私は現実なのか。そしてその私や彼や彼女は、やがて近い未来、再び無の世界へと戻っていく。光は消え、分子はバラバラになる。同時にこの世界、この宇宙、すべてが消える。消えてそこにあるのは永遠の無。億年の、そのまた億年の闇の淵となると、現実とは一体何なのか。現実の中の非現実、今皆さんが見ているのは現実の中の非現実。ありえない白い光球体が縦横無尽に飛び回っている。飛び回るだけではなく、モニター画面から飛び出し、電子辞書を横切る。音もなく、時には鋭い光を放ち、時にはぼんやりとしたもやに包まれ、そこに飛んでいる。これは現実なのか、それとも非現実なのか。現実世界における非現実なのか、それとも非現実世界における現実なのか。私たちの住む世界が現実世界であるとするなら、これらの物体はまさに非現実が、その非現実世界から見ると、この私たちの世界が非現実。光と分子の世界に生きている私たちの世界こそが非現実。あるいは私たちは、私たちの世界こそが現実と、そう錯覚しているだけなのか。もともと無の世界を現実と錯覚しているだけなのか。あるいは反対に、ひょっとしたら無の世界こそが実は現実なのか。だとするなら、一体この現実世界とは何なのか。今私たちが住んでいるこの世界は本当に現実なのか。現実と言い切ってよいのか。あるいはこの現実世界だけを見て、これが現実と言い切ってよいのか。あるいはこうした現実世界における非現実現象は、ただ単なるテクノロジーによるものなのか。光と分子をあざ笑うかのように、光を無視し、分子を無視し飛び回る。私の書斎の中を飛び回った光球体は、人間よりはるかに進化した生命体の乗り物なのか。
それともそれ自体が生命体なのか、さらには未知なる世界からの来訪者なのか、そしてここに知るテクノロジーは1万年、10万年のはるか遠い未来、人間も手にすることができるテクノロジーなのか。つまり人間もいつか現実世界の中でこうした非現実世界を手にすることができるのか。が、こうした非現実もやがて現実世界の中で消えていく。こうした非現実を見て最初は驚いた人もやがてそれには驚かなくなる。非現実を現実世界の中に押し込めることによって納得し安心し、そして忘れる。ただの超常現象だと。現実世界で非現実を認めることはそれ自体重苦しい。理解できないものを心に留めておくことはそれ自体が苦しい。だから人は現実世界における非現実を自ら遠ざける。私もそうだし、あなたもそうだ、彼もそうだし、彼女もそうだ。現実と非現実、非現実と現実、私たちはその現実と非現実の世界で生きているが、その境界は決して明確なものではない。時として私たちは何が現実で何が非現実なのか分からなくなる時がある。というのも、この現実世界にしても光と分子が織りなす世界、その光には実体はなく、また分子にも実体はないが、そういう非現実の世界で私たちはそれを現実として生きている。私は私の動画の中に映り込んだ非現実的な高級体を見ながらそんなことを考えた。現実とは何か、非現実とは何か、こちら側にいる私が現実なのか、それとも向こう側にいるその人が現実なのかと、あるいはこちら側にいる私たちこそが非現実なのかと、つまり私たちが現実と思っている世界は本当に本当に現実なのかと。